毎日新聞、毎日新聞、毎日新聞は日本の新聞の一つ。毎日新聞社、毎日新聞グループホールディングス参加が発行している。戦前から朝日新聞と共に2強に数えられていたが、各半競争と西山事件による経営危機で遅れを取り、1960年代後半から1970年代前半に、 かけての読売新聞の発行部数増加などで販売不振が続いた。2008年には毎日デイリーニュースは祝い問題が発覚し、再度経営問題が発生した。現在のスローガンは、報道に近道はない。新聞販売店の愛称は毎日ニュースポートであるが、近年は故障される機会が少ない。2009年、平成21年の新聞通信調査会の 調査では、最も保守的、イコール10点、最も革新的イコール0点という分布の中で5.0点だった。一般的には、中動作派とされる。全国史の中で、最も保守的であるとされた読売新聞は5.6点、時点が、産経新聞の5.3点、日本経済新聞は5.2点、最も革新的な朝日新聞は4.4点である。社説などで、 1992年の湾岸戦争時に自衛隊の海外派遣を強く批判し、憲法改正にも反対してきたが、後に大きく方針を転換。現在は論権を掲げて自衛隊の海外派遣も容認している。現在の毎日新聞には会見論者を自負し、紙面で語権論を批判する記者も存在する。一方で、社会面。 有監特集面などには、極権、反戦平和的な記事が散見される。このような二面性は表現の自由に関わる問題でも、見受けられ、全国史の中では、青少年の保護を、大義名分に掲げた、元気性に、最も肯定的な論調をとっているが、一例、2006年1月18日付社説、こうした姿勢は、主面審議会委員から批判されている。 第二次、安倍政権以降は、国権、反戦平和的な論調に回帰するようになり、社説やオピニオンなどでは、安倍総理への批判や、中国寄りの記事が掲載される傾向であり、反米差廃炉の濃い琉球新報の記事が転載されることもある。特に特定秘密保護法については、一大キャンペーンを展開し、連日社説を割いて、秘密保護法案を問うや、 秘密保護法案参院審議を門を連載して批判し、社会面でもコラム秘密保護法に遺体を連載して批判した。一面の余力でも批判を展開し、スポーツ界が特定秘密保護法案に反対しないことを、1960年代の大学闘争で体育会系の学生が当局側に立ったことを交えて批判した。また、読売新聞などが政府以上に 法人税減税、消費税増税などの税制改革に積極的なのに対し政府が目指す方向の改革には消極的である。野田義彦政権時代の社会保障と税の一体改革について2011年の毎日新聞案の緊急課題とほとんど同じ内容と指示している。2008年度にも当時の民主党案に近い改革案を提言している。消費税の増税についても 増税は2012年の自公民参党による税と社会保障の一体改革に関する合意で決めたものだとし、増税を先送りするのはリーマンショックや東日本大震災のような緊急時と主張している。社説では他事よりも社会関係の社説を載せることも多い。最近の例を挙げれば強制わいせつ罪の現行犯で逮捕された。 自民党の中西和義衆議院議員、当時への批判、またワールドベースボールクラシックの誤審に対する批判も書かれた。また、官流に好意的で、官流の10年は日韓の溝を埋め得なかったかもしれない。だが、それがなかったら事態はもっと殺伐としていただろうと述べている。日本新聞会の権威である、新聞協会賞、編集部門を、 協会加盟の全国紙では最多受賞している。毎月下旬に毎日新聞の縮冊版が発行されている。1ヶ月分、東京本社発行最終版イコール東京23区内版を A4 サイズに縮小した一冊の書籍にしている。毎日新聞販売店などで購入可能。また、図書館などで閲覧ができる。 現在の祝札版は1950年1月号より刊行されている。なお、1925年より1942年までは大阪毎日新聞祝札版が刊行されていた。フリーペーパー、マンタンブロードを発行している。2008年12月11日、産経新聞は毎日新聞と提携し、2009年10月1日付から九州。 山口地域で販売する、産経新聞、九州、山口特別版の一択印刷を毎日、新聞九州センター、トス工場で開始した。2012年9月1日付からは、毎日新聞九州センター、北九州工場でも印刷が開始された。経営危機器の後、収入源として、成教新聞の印刷を一部受けよう。 特定の宗教団体をめぐる記事を掲載するに、際して、編集の独立性に対する、意識的効果を生じているのではないかという指摘がある、週刊イヤモンド2004年8月7日号にじ日。創価新報や公明新聞といった、創価学会関連誌の印刷受け置いは、毎日新聞に限らず、読売、朝日、日経の全国紙及び、中日、東京、北海道、 西日本新聞等のブック誌、地方誌など34誌がする。公明党の2001年分の政治資金収支報告書をもとに受注金額が最も多いのは毎日新聞社の印刷紙会社者である、東日印刷の約3億円で2位の日刊オフセット、朝日新聞社系は1億3000万円であるほか、毎日新聞医者グループの毎日北海道、毎日朝日川、 東日オフセット、福島民放社、毎日新聞北関東コアエスティ東日などで、印受注する。池田大作、政教新聞名誉社主が、東日印刷幹部、元毎日新聞取締役含むに、東日と家族のごとき政教は共に栄え、無歴史を築き手という句と共に、スキー勲章を贈呈する。また、2009年3月1日の紙面をピニオンの、ラン名誉会長である。 池田大作の気候、危機の打開へ、若き活力を、を掲載する。2012年、毎日新聞社の印刷関連会社、高速オフセットが、政教新聞の印刷を50年にわたって、受託してきたことを記念して、毎日新聞社社長の朝比奈豊が、政教新聞社から、政教最高栄誉賞を受賞た。中日新聞と東京新聞の発行元である、 中日新聞社とは、毎日新聞社の印刷関連会社、東日印刷により、東京新聞と東京中日スポーツの委託印刷を行っている。また2012年11月から、中部本社版の委託印刷を、中日新聞社の本社工場、名古屋市中区で、毎日関連誌のスポーツ日本と共に行っている。ガーディアンによれば、毎日新聞は、ニューヨークタイムズや、 デイリーテレグラフなどとともに中国の CGTN などから影響や支援を受けている報道機関の一つとして挙げられている。これらの報道機関は中国や中国共産党に対して否定的な報道は除外し、好意的な報道を優先するような報道を意図的に実施している可能性が指摘されている。上記は毎日新聞の関連会社である。以下は 出資先や報道協力会社等に該当するつぼねである。ここまでは毎日新聞社が直接発行している新聞、雑誌である。その他の関連項目はも参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。